アンソニー・オリバー・スコットはアメリカ合衆国のジャーナリスト、映画評論家である。ニューヨーク・タイムズにてマノーラ・ダルジスと共に映画評論長をしている。歴史家の両親の間に生まれた。母はプリンストン高等研究所のジョーン・スコット、父はニューヨーク市立大学のドナルド・スコットである。また、俳優のイーライ・オラックは大いである。 ザ・ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックスで、ロバート・ B ・シルバーズのアシスタントをして、キャリアが始まった。その後、ニューズディで書評をしたり、ザ・ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、スレートに寄稿した。2000年1月、ジャネット・マスリンが、ニューヨーク・タイムズの映画評論を辞めると、スコットが、同志所属となった。2004年、エルビス・ミッチェルが同志を降りた後は、スコットが、評論課長となった。また彼は、 タイムズでの映画評論の他に、クリティックスピックスというビデオポッドキャストも配信している。以下はスコットが毎年発表している年間トップ10の一覧である。ありがとうございます。